ど忘れしてくれ。ああ、武器。任せるわ。始めていきます。じゃあ繰り返しになっちゃいますが、他のコメントは基本的にスルーでお願いします。なんか暴言のコメントとかねありましたら、もう全部無視でスルーでお願いしますね。皆さんには他のコメントは見えてません。ほほーほう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 、なるほどね。いやーもうコンビネーション最悪だからな。ない。高い。うん、素晴らしいですね。素晴らしいっすね。一応あれですね、全然タスクをしとらなかった。昼クールタイムをここでリセットできるのと、畑迫さんが今後死体を隠す権利を失ったので、ね、ちょっと白いかなって感じですね。白いマークつけといてあげよう。やったちょっとリアクターで足湯さんと、ああリアクターで足湯さんと一緒になったけど、やられやんかったから足湯さん白いなと思って見てる。あ、全員いましたよね、ほぼ。ほぼ全員。いや、最後、もうみんな出て行った後に足湯さんと二人きりになった。まあでもその後すぐやったらあれかな。まあ、ぐらいいや殺しで殺しそびれたかもしれん。いや、そびれたか。自分で言うなって。畑迫さんとか、あのアルトとかもその辺いたので。うん、ました、はい。開幕最初に着いたのが、畑迫、ピカクロスとアルトの3名ですね。はい、で、あの畑迫さんとアルトさんが処理してくれたんで、私はのそのそとタスクやってました。なんか、ピカさんだけ、みんないたので、移動はしてませんでしたね。そう。僕が終わった後ぐらいに、寺蔵さんが、星に来ようとしてくれてました、ね。うん、4人目ぐらいだったかな、うん、俺。あー、リアクターのやつか。そう、寺蔵さんとほとんど同時に確か行った気がする。アドミにいらっしゃいましたもんね、寺蔵さんと砂染さん。あー、ですです。寺蔵さんがロアから行って、私が梅健さんかな。いました、いました、うん、梅健さんいましたね。リアクター直後にアドミに一緒になったんですけど、殺されなかったです、ね。あ、うん、僕だけリアクター行ってないです。ゾリンキさんはウェポンで頑張ってたのを見た。あ、はい、ウェポンで頑張ってからリアクターで皆さんと合流しました。多分前ぐらいですね。頑張ってたってなんだよ。でもゾウニキさん頑張ってんの見てました。監視カメラの情報だけ落とすと、テラゾウさんが10ゼロでちょっと踊ってて、はい、で、メットベイ上を畑迫さんが通過してて、で、梅健さんが多分あれは、O2 あたりに入ろうとしてたのか、入った後なのかちょっとわかんないですけど。入りましたね。はい、見えました。エレクトリカで停電時はゾニキさんと私と砂澄さんがいて、私が直しました。スピーカー、スピーカーミュートで、スピーカーミュート、スピーカーミュート、スピーカーミュート。
リアクターってやっぱキルしづらいんだよな。通れば強いけど、あれが成立しやすいからな。し。これはどうなんだ？え、どういうことですか？まず先端さんから情報を出してほしいんですけど、うん、なるほど。ちょっと待って、足湯さんがスピーカーミートが。あ、足湯さん死んでます。足湯さんは。あ、まあ一応聞こえた方がいいかなと思って。あ、なるほど。ちょっとすいませんね、ちょっと事務的なあれで。あ、そっか、あれ。放送で議論が聞こえなくなっちゃう。解除しちゃいけないと思っちゃうかもしれないしな、確かに。なるほど。なんで死んだ後はマイクミュートだけでっていう感じですね。うんうんうん、どうしようかな。すいません。あ、俺、マイク送ってきます。あ、OK です。あ、できました。はい。じゃあ続きいきましょう。はい。はい、エレクトリカルが、1になってて、多分、砂溜めさん、アドミン見ました。アドミン見てて、多分砂溜めさんも多分分かるかな。多分、メッドベイとエレクトリカル11だったので、はい、私はメッドベイに行っちゃったんですよ。そうそうそう。メッドベイの方向行ってたから、うん、僕エレクトリカルの方向行こうと思って、はいはいはい、まあ、もうちょっと見てたんですね、うん、アドミンを。砂溜めさんが行った後、はいはい、でもずっと1だったんで、確認していったら死体があったって感じで。あ、で、レポートするときにゾニキさんが上から来たかな。はい、ゾニキ右上のタスクをやっており、最初にエレクトリカル入った時に、足湯さんは左上ぐらいのタスクをやっておりまして、いるなと思って右のタスクをやり、それで下に下がったら、ちょうど死体レポートが出て、その前に先端さんがレポートをしたという感じです。あれ配電盤の前だったっていう、配電盤付近ですかね。そうですね、配電盤のとこですね、うん、入ってすぐのとこだった。あー、なるほど。先端なんかアドミン結構長く見てたのはなんか見ましたね。ああ、そうそうそう。結構長く見てたんです、ね。結構長く見てましたね。そう。なんかそのエレクトリカル2だったタイミングあります？ないない。僕は見てて、メッドベイ1、エレクトリカル1だって、で、メッドベイが、はい、津波さん見た時多分誰かすれ違ったんですか？多分消えたんですよね、メッドベイ1が。黄色と茶色とすれ違いました。あ、ですよね。俺も最後すれ違いました。ちょっとじゃあ、追加情報を上げたいので、メッドベイは俺やね。一回ボタン押します。はい。はい。お願いします。私も押しますよ。スピーカーミートで、あ、足湯さんはマイクミートで大丈夫です。おったんか。1だと思ってた。結構時間稼いでなんだけどな。押させた方がいいな。はい、あ、はい、しまけた。はいはいはい。じゃあ、アルトさんからいきましょう。アルトさん、はい、リアクターが鳴り終わってごちゃって入ってきた後、僕と足湯さんは下に降りていって一緒にエレクトリカルにいたんですよ。で、僕が先に出て行ってまだ残ってたんで、足湯さんはエレクトリカルに、うん、はい、なので2があったタイミングがあるはずで、そのタイミングで見てないんだったら僕が出た後にセンターがアドミンを見てるはずなんですね。うん、僕リアクター行ってアドミン行ったんで、多分時差があるかな、エレクトリカル到達してるのと、うんうんうん、で僕到達したの遅かったんで、はいはい、治った後にみんなが出てくるのアドミン見たタイミングでカフェとかストレージって見てないですか、さすがに。カフェストレージはどうだったかな。僕の動きを言うと、エレクトリカルを出た後はストレージに行ってタスクを1個やって、でそのまま、上に上がっていくタイミングでピカクロスさんとすれ違ってます。そう、ピカクロスさんとストレージですれ違っ
ってる直前にエレクトリカル入る。うん、ああ本当、僕はねその前に連れ違ってます、ストレージの中で。うん、うん、なんか私目線、あ大丈夫大丈夫、ごめんごめん、生活音入りちゃいました、ね、ちょっとマイクに出して。あ、ゾニッキーちょっと話してもいいでしょうか。はい、私多分 めちゃめちゃ怪しい位置だと思っていて、足湯さんがエレクトリカルで、タスクしてる時にゾニキが入って右上のタスクをやり、で出てきた瞬間に先端さんが入ってきて先端さんが先にレポートっていう感じなんで、これ多分先端さんとゾニキローラーすれば一郎釣れるっていうような感じなのかなっていうふうに思ってるぐらい、私からしたら先端さん持ってくるんだ、怪しいし、先端さん目線はなぜ私が怪しくならないのかなってちょっと思ってるぐらいなんですけど、犯人だったら弁当に入るからですね、はい、なるほど、だって殺して戻ってきたってことでしょ、エレクトリカルの方向に、まあ、でもそうですよね、なんかでもそこも不可解で、先端さん目線は私見えてそうだから、ピカクロスさん僕とすれ違った後どこに行ったの、え、そのままストレージのタスク2個目、どうなんだろう、本当だよ、もう一回押したい。いい白ばっくり方できたんじゃないですか、これ。直させよう。すいません、ちょっともうちょっと議論したいと思って押させていただいたんですけど、はい、まあ私タスクやってて、あのまあ状況が見えなかったんですけど、足湯さんがまあ左の方にいて、でタスクが終わって下に行った瞬間死体があったんですよ、で先端さんもそこにいたっていうところで、でまあなんていうんですかね、単純に言うと先端さんがキルしてセルフレポートが怪しいかと思うんですが、ただ先端さんがインポスターだとしたら私は見えてるはずなんですよね、見えた上でキルしてセルフレポートってインポスターとしてちょっとあんまり想像がつきづらい、うん、だし、あのアドミン僕見てたっていうのは多分いろんな人が証明してくれると思うんで、それがエレクトリカルにいるの分かっててキルしてロラサルに行ったって形になるっていうのをちょっと考えてほしいです、うん、そうなんですよね、単純に行くとセンターさんなんですけど、でも不可解なので、あの基本、あともう一個ゾニキさんに聞きたいんですけど、はい、結構もうタスク画面ずっと開きっぱなしな感じでした、そうですね、はい、タスク終わって下行った瞬間に死体とセンターさんが見えたっていう感じ、何を言いたいかっていうと、例えばあの配電盤で殺して奥の弁当に逃げようと思ったら、はい、やべえゾニキさんいいんじゃんとはいえもう2連続キルできないしって言って弁当に入ってったのに仮に気がつかないとか、そういうレアケースはあるのかなっていうの、私がタスクを閉じた瞬間に先端さんが下から上がってくるぐらいでレポート同時っていう感じ、正直まあよく分かってないですけど、じゃあ聞きたいです、ゾニキさんは足湯さんの死体は見ましたか、はい、見ました、転がってました、転がってたぐらいだったこと、ちょっと倒れる瞬間ですか、転がってましたか、倒れる瞬間ではなく転がってたぐらいだったと思います、うん、なので完全に先端さんっていうふうには言い切れないです、ただなるほど、そこまで見てるんだったらゾニキさんの先端さん疑いは納得ができますね、なんですけ ど、ね、あんまりこうしっくりこないっていうのが率直なところ、お互いこんな近い距離で見てるのにお互い切り合うのって怖いな、そうなんですよ、不可解なんですけどね、お互いにインポスター不自然、ただレアケースなことを見てるっていう、アルトさん入れないでよ、視点だと君になるからな、いやだから説明ぐらいさせてよ、いいね、もう一回押させたいな、押されないのもいいけど、何しようかな、これで
今殺したかったな。いや殺せばよかったな。いや監視カメラ見られてるか。いやでもちょっと警戒しすぎだよな。めっちゃ死んでる。やば。え、アルタさん死んでる。カフェテリアでトータスが死んでます。カフェテリアのボタンの左で死んでます。左。なるほど。他リアクターが鳴った時だと思う。アルトさんとアタサカさん。アルトさんは今のボタンが鳴る20秒前ぐらいに。ロワーエンジンのとこでピカさんと一緒に、下行ってる時に上に上がっていきました。リアクターとかそっちの方に上がっていって、うん、でそっちの方に最初テラゾーさんがいましたね。テラゾーさんがアッパーエンジンの方に行ったのか、うん、ね、アッパーエンジンからカフェテリア来て、そこで通報だね俺は。いやあれだったら、その後ろを追っかけていってるって感じですね。なんならトータスさんも、リアクター側にいたことを私は覚えてるので、あのどう転んでも多分一番最初に、うん、そう、寺蔵さんがそこにいたのを覚えてるので、私目線寺蔵さんがだいぶ筆頭になった。怪しいですねこれは、うん、いやーそうなっちゃうか。リアクター側にいたのはピカさんとあとゾニキさんだけだっけ、その他には。リアクターはいないです、私ずっと右の方に。あ、ゾニキさんじゃないか。僕いました、リアクターは。あ、梅健さんか。砂ザメさんはなんか右の方行ってたかな、リアクターの、はい、リアクターになった時にナビゲーションに2だったんで下やりそうだなと思って逆走してたところ、ウェポンあたりで赤の先端さんとすれ違った、ね、だから無理だね。ってことはでもあれじゃないですか、アルトさんとトータスさんが左側にいるんだったら、まあ、で、それ可能そうですか、寺蔵さんが逃げるともみたいな。いや、時間的にトータスさんが分かんないですけど、うん、寺蔵さん逃げるタイミングは難しいんじゃないかなって思う。無理だけど、アルトさんの最終位置私アドミンで見てるんだよな、10秒前ぐらいに。アドミン？ん？それは多分多分時系列がおかしい気がする。あ、時系列おかしいですか？20秒前ぐらいだった気がする。それアルトさん弁当入れないとやばいよな。投票はします、投票します。あの死んないとまずいので。あ、マジか。俺になっちゃうかこれ。あのやばいなこれ。あ、マジか。が、ごめんね。ごめんなさい、私間に合わなかったです。投票。カフェテリアでトータスやれる人一応探ってほしいかなって感じかな。余計なこと言うんじゃねえ、お前は。余計なこと言うんじゃねえ。ドアミスかこれ、うんうんうん、でも押せましたね、押せた、うん、あれ一番最初ドア閉まってました。ドアは閉まってたけど、サボタージュが入らなかったから間に合わなかったんじゃない。インポスターのミスのパターンもある、うん、あ、よかった押せて、押せると思わなかった。砂鍋さんがおっしゃる通りに、アルトさんが最後にアドミンにいたっていうのであれば、あ、最後ではなく20秒前ぐらいですね、ごめんなさい時系列がふわっとしてました。だとしたら多分アドミンにいた後にこっち側に走った、そのロアエンジン側に抜けてきてるんじゃないかなっていう時系列な気がするぐらいかな、我々が言えるのは。あの少なくともアルトさん その直前見てるのは梅剣ピカクロスが見てるのは間違いないので。あ、そうなんですね。あ、そうであればごめんなさい混乱させてしまいました、失礼しました。んあ、だから、アドミンからロア行ってアッパー行っての道中って感じか。うん、だと思います。その道中に殺されてるので、多分寺蔵さんがアルトさんやったんちゃうかなと思ってて、畑坂さんは多分開始直前ぐらいで一回殺されてるんじゃないかな、その最初のキルクール上がったタイミングでやられてるんじゃないかなとは思ってる感じですね。わかります。だから、最初のその足湯さんのキルから考えると、ゾニキさんの主張も加味すると、ゾニキさんかセンターさんのどっちかにいらっしゃるのかなとは思ってる。もちろんその寺蔵さんで落ちてるんだったらね。なるほど、はい。私目線は梅健さんがほぼできないなと思ってます。結構あれですよね、もう寺蔵さんで一路連れてるって感じですよね、うん、思いますね。ですよね。でってことはちょっと待ってほしいんですけど、
そうですね、トータスさんの位置って本当に合ってそうですかこれ。いや悩ましい感じですね。そうなのよ。カフェテリアは結構場所偽造な気は。なんか序盤とかで殺されてるとかもないかな。リアクターが鳴る直前ぐらいナビゲーションが2だったんですよね。それって誰って覚えてます？あ、リアクターが鳴る前です。リアクターが鳴る直前ナビゲーションに2機先端さんいました。ナビゲーションにお互いに殺し合わなかった。ああそうだね、うん、そうそうそう、僕だ、そうだ、4人機先端、オッケー、1回スキップでいいと思います。5人なんで、うん、ただじゃあトータさんのやつもうちょっと絞れますかね。場所が結局な、ボタンも結構左にいたんでしょ。いや、僕はもうちょい切れてきてたらな、に切れてきてたらって感じだけど。さあ、私任せるか。ごめんなさい、ちょっと無駄押しかもしれないんですけど、あのちょっと寺蔵さんで連れてるかどうか確認したいって意味でもしました。うん。これ2回連続インポスターの妨害ミスはないだろうっていうことで、うん、まあいいと思います。なので寺蔵さん一郎でもこれ2回押せちゃった時点で確定でいいかなと思ってます。そしたら、はい、ちょっと古い情報になってしまうので覚えてる方がいればなんですが、最初の足湯さんのキルの時の寺蔵さんの位置覚えてる人います？あ、リアクターエレクトリカルキルですよね、多分。で、僕とソニキさんとピカクさんぐらいの話しかしてないんじゃないかな。そうそう、だから誰か覚えてるのであれば、寺蔵さんがその足湯さんキルができないっていう証明が取れれば、結構絞れるなと思ったんですよ。ただ取れないのであれば、その足湯さんのキルが寺蔵さんのパターンも発生するので、イコールそのままセンターさん、ゾニキさんのどちらかにいるっていうことにはならないなと思ってしまってる感じですね。寺蔵さんって、さっきアッパーエンジンからすぐカフェテリア行ったって言ってましたっけ？メッドベイ寄ったって言ってました？うん、いや、メッドベイ行って、それは行ってないと思いますね。さっきピカさんとリアクターからロアエンジン下行くときに、同時に多分寺蔵さん上のアッパーエンジン行ってるんで、寄ってなくてカフェテリアの左で見つけてるなら、うん、あと多分15秒、20秒くらいね、トタさん見つけるの早いと思うんですよね。うん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 。てかその村ならその後に死んだか、まあ普通にインポスターかっていう。だから多分死体の場所は違うんじゃないかな。うん、あ、寺田さんもインポスター確定で見ちゃいましょう、これで。だから場所の話でしょ、多分。トータスさんの場所の話ですよね、多分。物理的な、秒数的な話ですよね。少なくとも言えるのは、トータスさんが右側にいたのは確定なので、仮にカフェテリアじゃない別の場所で殺されてるっていうことを言うのであれば、どちらかというと右側にいるってことで、左じゃないですか。あ、ごめん、右左逆にいた。左側の方なので、左側の方にいるから、そこで殺されてる、そこの偽装って考えるのが筋かなって感じですね。なるほど。右側私ずっといたんですよね、右側。言ってたね。なので、左側の状況が全然わかんないっていう。全員左側だったのかなっていう印象。右側しかわかんねえ、自分は。まあ、ちょっと死体探しの感じに。いや、ワンチャンあるな、これ。頑張ろう。タスクは2個でしょ。で、左にタスクがある。リアクターだな、これ。リアクター攻めだな。3キルでしょ。
悩むな。いや待てこれ普通にタスク処理されんな。これリアクターなす。ドア閉めしてくれ。あー、OK。任せるわ。え？オッケーオッケーオッケー。アドミンで梅健さんが死んでいて、多分直近で砂ザメさんがやられてるですね。ピカクロスさんとずっと左セキュリティ方面にいましたもんね。リアクターの砂ザメさんいました。リアクターいましたね。なくなかったあの時点で。いや最後の方で来てた。アッパーエンジンでピカクロスさん私砂ザメさんで閉じ込められてましたよね。うん、一回閉じ込められましたね。でそのまま、私とドネキさんが、あのメットベイ方向に移動しようとした時にまず全部閉じられて妨害された感じでしたね。カフェテリアが閉まっていて、でカフェテリア、ピカクロスさんの発見地ってどこですか？私アドミンのタス、マップのとこです。いやーでも困ったな。ドネキさんとセンターさんが残っちゃうんでしょ私目線この二択か。ピカクロスさん目線私ってやりようがなくないですか？砂亀さんのキルの位置ですね。あの結局アッパーエンジン側の多分扉は開いてるはずなので、あの時ゾニキさんがそのまままっすぐ戻って砂亀さんをキルしたっていう主張は通っちゃうんですよ。カメラ光ってたの覚えててほしいかな。ピカクロスさんがリアクターになってる時にリアクター直さずセキュリティに行って あれは時間があるから、あの現在位置だけ確認したかったんですよ。みんなまあ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 分かりますね。それをでカメラはね、私たちがメッドベイの上走ってる時には映ってなかった。え、マジ？え、じゃあ、うん、あれじゃない？アドミンだったっけ？場所。そうそう、アドミン。じゃあ、そっち光ってんじゃない？ん？光ってなかった、アドミンの通路。それはね、見えてなかったです、私。いやー、待って、リアクターのタイプだったか。僕見てるよ、その二人がカフェ行くの。砂鍋さん、中白が上行ってたの見てたかな？カメラいたからそこで最終位置的にも絞ってほしいけどな。なのかな。カメラ見てないのか。ますね、間違えたらごめんなさい。あーなんでアドミン行ったの。偉すぎでしょ。リアクター来てよ。よかった。いやマジか。あー当てた。よかった。ナイスごめん。ナイスファイト。ナイスでこれは惜しかった。よく当てた。今リアクター行ってたら勝ちだったのに な先端テラー像でしょ。そうこれは惜しかったね。いやめちゃくちゃすげえよ。ピカさんよくテラー像当てたな。なんないエレクトリカルで死にました。あエレクトリカルかめちゃくちゃ良かったな。じゃあリアクター鳴らして全員がリアクターに向かってたらもう勝ってた。勝ち確だったね。2人ともアドミン行ったんですか？いや、私だけです。私だけ。うわぁネットで一応下確認か。あ、でも、ピカさんがないすぎたな。カフェテリア閉じるタイミングさ、俺もギリギリのタイミングで押そうと思ってたけど、センターが押したタイミング、完璧なタイミングだったけどね。あれ、だからカメラ見てたから、カメラ見てたから。カメラからか。そう、カメラ見てて、閉じるタイミングが絶対かかってた。めちゃくちゃカフェテリア側に行かせたくない扉の閉め方だなと思ったんで、あこっち側に死体あるなとも思ってたし、そのリアクターが鳴って倒した時に梅健さんだけが来なかったんで、あもうどっかでやられてるなと思ったんで探しに行こうと思ってました。
えらい。名探偵やん。いや、あれね、悩んだんだよね。そう、閉めることで、まあ、賭けだったな。閉めることでアドミン側に行かれる可能性もあるし、カフェの中に通して、ドア閉めするかとかも、悩んだけど。畑迫さんって、でもあのままボタンされてたら、はいはい、ほぼセンターになってたと思う。あ、そうだね。ボタンもあったか。僕とか、ピカさんとか、梅健さんが走ってる時死んでました。ドアの中で。ロアで死んでたと思います。多分マジか。エラゾーさんが先に行って、トータスさんが先に行って、その後ろぐらいに僕がいて、ね、でロアの奥でハタサコさんを殺した後、セキュリティの十字路のところでアルトさんを殺して、大津に向かってるから。だから僕と梅健さんとピカクロスさんはハタサコさんの死体をスルーしてる、ね。あのロア人の奥見えないんだよね。あと俺の死体の位置カフェテリアやからよ、ちゃんと。あ、横でしたね。あれ偽装できたんだけどな。すごかったなあれ。カフェ僕が殺してたんで、もちろん場所は分かってたんですけど、そう、寺蔵さん釣ったついでに本当に会ってたかって提示したの僕なんですよね。そう、確かに言われてみれば。先端さんは初手ゾニキさんが見えてなかったってこと、ってことは、うん、見えてないです。あの普通にアドミン1でウェイと思って殺したら、ゾニキさん上から来てえってなって、なんでいいのってなって、インポスターだったら視野広いし、私死人できてるだろうから先端さんじゃないのかなってちょっと思ったんですよね。だからもう表すりで合ってたって。あ、そうか、遮蔽物があると、そうか、見えないのか、インポスターでも僕は。そう、配電盤方向いたから多分ちょうど見えなかったのと。あ、そうだったのか。寺蔵さん信じてたのにって言って死にました。いやピカクロさんよく寺蔵さん当てたな。あれは本当にアルトさんとトータさんが死んでるっていう観点から両、ね、片方両方はさすがにないにしても、どっちかは絶対寺、そうそう、消去法で寺蔵さんしかいなかったんで、梅健さんがすぐそばに来てくれたところから考えても、いやー、そうだね、ちょっと右側の難しかったけど、まあ2キルしたからあとはセンターに任せよって感じ。いやー、ナイスキルやったな。惜しかったっすね。いや結構いい感じでね、ちょっとかなり良かったですよ。かなり良かったっすね。いや悔しい。いやもうなんで行くのアドミンに。いや、梅健さん死んでると思って、最悪2人残ってるからギリ大丈夫かなと思っちゃったんですよね。そしたら砂溜さんがすでに死んでたから危なかった。あれですピカさん、ラッパーエンジンで会っておいてよかった。ボタンの権利ありましたっけ、ピカさん。あ、私ボタン残ってました。あ、じゃあ締めて正解か。ボタン押しに行ってましたからね、ピカさんはね。あ、ボタンとあとは死体探しですね。あ、じゃあ最善策か。ピカさんが上回られたな。なんであれだってアドミンなかったらもうおしまいですよ、あの時点で。最終画面まで先端さん疑わなかったな、私。なんかでですね、なんか明るさが強くなってた。ああいう最終局面って固まってた方がいいんですか？固まってた方がやっぱり強いとは言われますけど、うん、あの、まあ、それやりすぎとかあるっすね。そう、固まりそうタスクが遅れちゃうっていうデメリットがありますね、やっぱり。まあ我々視点からだと梅剣ピカクロスどっちかをやりたいっていう状況だったよね、多分ね、センター的に。梅剣さあ、そうですね、梅剣さんアドミン来てくれたんで、ウェイってやりました。僕も見ようと思って行ったら首へし折られました。よかった、最後のこんないで。正直ゾニッキ先端残ってたらどっちか分かんなかった。よかった。あれは砂田さん投票できなかった時はあれ、どテラドさんに入れるつもりでした？あ、テラドさんに入れるつもりでした。あ、じゃあテラドさんは不可避か。うん、難しかったね。あ、いろいろ、うん、いやでも寺尾さんすごい怪しんでたかというと全然そうではなくて、ちょっと入れるしかないみたいな。そう、入れるしかない、でも勘でみたいな。自分が本当は寺尾さんはレポートをしなかったらどうなったんですかね、トータスさん。あ、でもトータスを見つけて、まあ、トータスはリアクターにいたこと俺 あまり覚えてなかったんで、あ、先端がリアクター鳴らした時に殺したのかなって迷ったけど、2キル目をもしかしたら先端がする直前だったのかもなって思ったけど、まあ、結果的には、リアクター鳴った後にやったんだよね、あれね。あの時にあのアドミンとオツが鳴ってる最中だったんで、多分寺堂さんがあそこでセルフしないと、なんでスルーしたのみたいな感じにならざるを得なかった状況だった気はした。めちゃくちゃ追っかけられた。狙ってもよかったけど、まあ右側に寄せちゃうとあの扉閉めることできないからね、カフェテリアは10秒しか持たないから、うん、私あの O2 直しに来る人が今ゾロ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 右に向かってる最中だったんで、まさに、まあね、でもカフェテリアの左だったから、もしかしたらウェポンアドミンって多分あの
下の方を回れば、そうですね。ストレージから来ればね。まあまあまあ、そこはまあ、でも怖い。多分、いや、もう一回やっても多分リポート、もう一回逆でも絶対リポートはしてるな、怖くて。だし、消せてるし、にしたい。そうだからアルトさんが左にいるっていうのさえ、ピカクロス、ね、が覚えてなければ、そうそう、それはから。まあそう、覚えられてたから、もう、すれ違って10秒ぐらいでしたからね、うん、まだ記憶新しかったかもしれないですね。僕の記憶10秒までなんで。ちょうどよかった。いやー、でもすごかった、ギリギリの戦いだった。いやー、いやーもう、怖かったよ。ですね。怖かったよ。めっちゃ追っかけてきたもん、ってんか。俺ボタン押そうとしたもん。そう、ボタン押そうとしたから、押させねえと思って、うらってやって。普通って殺される。エレクトリカルに最初いっぱい出たから、安心しきってたら、なんか辻切りがいきなりこう、入ってきて、シューンと殺されて。しかもあれ、すごいタイミングやったね、あれ、先端さんが下ろして。ゾニキさん見てたのかなっつったら。ギリ見えないような。ギリギリでしたね。まあ、うん、あ、これすごい上手なタイミングと思って、迷宮入りやと思って見てました。いや素晴らしい。一戦目から素晴らしい。いやなんかもういい試合でした。ちょっとなんか疲れましたねなんか。頑張れるんですけど、なんか本当10戦ぐらいやったぐらいの疲れというか。いや動感全然わかんなかったな今の。確かにゾリキさんの視点めちゃめちゃしんどそうな。おお。そうなんですよ。身の回りで死体が起きまくってるね。誰が犯人かわかんないっていう。いや本当それですよ。少しは先端テラゾーの苦手意識を払拭できた。ほんまに。多いよな。いや今の勝ちでいいけど、ピカさん殺すときかったらもう。勝ちでいいけどな。ちょっと実質勝ちなところまで。あんなに殺されてよかった。ピカさんが残ってよかった。本当に。いやいや私はゾニキさんに入れたかもしんねえ、もしかしたら生き残ってたら、うん、本当にフラットに見てたんで、ゾニキさんとセンタンさん。いやでもあの2択は難しいと思いますね、本当にゾニキさん、そうセンタン、そうセンタンさん入れた一番の理由は本当に最後の時に一緒にいたからっていうところがやっぱり強かったんで、アッパーで閉じ込められて、そうピカさんに寄せてもよかったけどな、まあまあ、あとよくピカさんメドベイの監視カメラついてなかったのを覚えてたなと思って、あ、一応見てましたね、ついてるかどうかって言ったところは、うん、あカメラあでも見てましたよ、僕だって あ、そうなんだ、閉じ わざわざ閉じたもんだって見てて、だから多分点滅してる時に消えた時を一瞬見ちゃっただけなのかなとか、1秒みたいな感じで見てたんで、キルクールタイムのために、あ見てる間たまらないんで、あそうなんだ、なるほど、